1>, 1億2592万人が驚愕するパズル。古事記の家系図が旧約聖書の家系図とほとんど一緒だということに気づきまして。それで日本の神様は旧約聖書の誰がモデルになっているかを探った動画です。ほとんどの方が古事記も旧約聖書も なんとなくしか知らないと思いますので、なるべく謎解きゲームみたいになるようにして頭にすんなり入るようにしました。<noise> 古事記にたびたび登場する不可解な内容も、すべての鍵は旧約聖書。そこで本編に入る前に先に皆さんにお願いしたいことがあります。これを見終わってからも、 神様への気持ちは変わらないでください。インドの水の女神サラスバティが、日本の女神、一木島姫と集合して、弁財天となったことを受け入れられるのなら、旧約聖書の登場人物と、日本の神々が集合することだって、きっと問題なく受け入れられるはず。人間からの呼び名は変わっても、 尊い存在に変わりはない。では始めましょう。題して、先の世の日本神話、または、小村作馬の独り言。家系図に入る前に、伊勢神宮のご祭神を見ていきます。内久別宮荒祭の宮に、 祀られているのが、アマテラス大神の荒御玉、セオニツ姫。下空別偶、鷹宮に祀られているのが、豊受大神の荒御玉、イブキドヌシ。大化の改新当時、古代キリスト教の一派、東方教会におけるネストリウス派が伝わっていた。 それは後に景教と呼ばれるのだが、この時期の景教は原始キリスト教とほぼ同じである。つまり、キリストには神格の部分と人格の部分が存在し、人格の部分の母がマリア。なので、マリアは神の母ではない。その考え方がこうなります。 これが、荒見玉、にぎみ玉の答え。荒い部分が人、なごみの部分が神。さらに言うと、旧約聖書の人物を日本の神様として描いたものが、古事記となります。 こちらはレンブラントが書いたマリア。たくさんの天使に囲まれています。マリアは常に天使と一緒。ここまでの考え方をもって伊勢神宮の五祭神に戻ります。アマテラス大神がキリスト。アラミタマセオリツ姫はマリア。 マリアだからセオリス姫を単体で祀るのを避けたのは理解していただけるかと思います。マリアの近くに天使を置いておきます。マリアは水属性でもあります。下の方の緑。聖母マリア、ルルドの泉。1858年2月11日。 少女ベルナデッタの前に聖母マリアが現れます。そしてベルナデッタには奇跡が起こり、150年以上経った今でも、ベルナデッタの遺体は当時の姿のまま。そしてヨハネの目視録第12章には、 聖書の中での竜の考え方が描かれます。巨大な竜、すなわち悪魔とか、サタンとか呼ばれ、全世界を惑わす年を経た蛇。つまり打天使イコール悪竜となります。では、落ちていない天使なら、竜ということになる。 そして、下空の豊岡狼は、この神社によると、雨の港主の神と同一とされます。つまり、イスラエルの神、ヤハエです。この名前はあまり呼んではならないので、以降は、主とか、主とか、そういう風に呼ばせていただきます。 そして、主の子として、豊受狼の荒見玉、イブキドヌシが、アブラハムとします。下の方に行きます。下空が主で、内空がキリスト。これはつまり三味一体の、父と子となります。参拝は下空が先なのが、こういった理由になります。 ここで大事な考え方は、アマテラス大神とは、日本で復活したキリストということです。こちらが三味一体の構図となります。父と子と精霊。いずれも神。 栗便利の書いたマリアの受体告知。ほぼ UFO です。こちらはダヴィンチの書いた受体告知。アラミタマ、ニ玉、ミタ玉が理解できたところで、次にこちらの魂をご紹介いたします。 大国主の握み玉の先きみ玉、くしみ玉が、大物主となる件。四つの魂が並列であるという考え方から、一例死根という概念が幕末に起こり、これは今でも言われております。しかし図のように先見、先きみ玉、くしみ玉は、 にぎみ玉からあらわされますし、もし四つが並列ならば、他の神様にも先み玉、くしみ玉が存在してよいはず。なのにこの先み玉、くしみ玉は、大国主、大物主の関係性にのみ言い荒らされるのです。正直、 魂という字が四つともに使われたために、そこに囚われすぎたのではないかと思います。先も、串も、玉も、もっと別のもの。そう考えなければ大物主の正体は見えなかったかもしれません。 結びの狼の意味にも、たどり着けなかったかもしれません。それと、神道において、櫛が重要な意味を持つことを、ここでは覚えておいてください。 先ほどマリアとアブラハムとしたセオリツ姫とイブキドヌシですが、彼らはハラエドシ神という特別な神様のうちの二柱です。なのでついでにハラエドシ神を探っていきますが、この神様は古事記や旧約聖書には登場しません。もしくは登場しないと言われております。少なくとも、 セ織リ姫とか、いぶきドヌシという名前では。では、どこに登場するかというと、中富の払い言葉というノリトの中。なので、中富氏の親神である、雨の小屋根が活躍するシーンを探っていくと、アの岩と神話となります。 ここで実は、アマテラス大神は一度死んでいるなどとも囁ささかれますが、イザナミが死ぬ時に避けるという漢字を当てたのに対して、アマテラス大神は差しこもるなので、単純に引きこもりだと解釈できます。こちらがアマの岩と神話の絵画。雨のうずめが裸で踊って、 雨のたじからをが岩戸を遠くへぶん投げます。このアマテラス大神の復活は、キリスト復活のシーンと重なるという考え方から、新約聖書の福音書を選びます。ルカの福音書、マタイの福音書などあって、同じシーンを描いているにもかかわらず、私はこのように聞いた。 僕はこう聞いたと語っており、どれが真実なのかさっぱりわからないのが福音書の特徴です。その中でも非常に大きな石を転がした天使が描かれるマルコの福音書を当てはめて検討していきます。次にサロメ。ここでドキッとします。 踊りに携わる方ならご存知の方も多いと思います。王の前で踊りながら、七つのベールを一つずつ脱いでいき、最後には裸をさらします。サロメが王に求めたのは、ある男の首。オペラにもなっているし、映画化もされております。このサロメを、 裸で踊った雨の渦めに当てはめて次へ進みます。こちらがギュスターブ・モローのサロメ。フランツ・フォン・シュトックのサロメ。そして復活したキリストが最初に姿を見せたのはマグダラのマリア。彼女が娼婦とか呼ばれるようになったのは中世以降。 マルコの福音書には、イエスに七つの悪霊を追い出してもらった、としか記されない謎の女性。母マリアと同一人物説もあります。ダビンチの描いた最後の晩餐。キリストの隣にいるのはマグダラのマリアとも言われ。 本当はキリストの方に寄り添っていたマリア。その二人の位置を逆にして描いてあると噂されるダヴィンチコード。最後にヤコブの母マリアを当てはめます。マリアが登場してきたので、ハライド四神を当てはめていきます。冒頭でも述べたように、マリアイコール、 セオリツ姫。大きな石を転がしたイメージから、この時の天使に息吹の主を当てはめます。なお、岩戸をぶん投げた雨のたじからは長野県の戸隠し神社で、くずり狼と共に祀られておりますが、おそらく、共にではなくて、彼がくずり狼なのだと思います。 そう。特別な竜。つまり、特別な天使として。あと <noise> の二柱をイメージで合わせたこちらが最初の原江戸四神です。あくまでも、最初の、です。原江戸四神は変化しながら、アマテラス大神のそばにお仕えしていきます。 サロメがモデルであるアメのうずめは単体で祀るのを避けています。特別な天使という概念が出たので、5世紀頃に体系化されたという天使の階級をここで示しておきます。聖書でも有名なミカエルやガブリエルは、下から2番目の大天使です。その上の天使たちは、 人間界にほぼ姿を表すことはないとされます。ラファエロ。一番下に可愛い天使がいます。羽の生えた天使という概念は、このラファエロが最初だと言われております。ルカ・ジョルダーノのミカエル。グイドレーニのミカエル。 旧約聖書の中でモーセは神と対面することによって顔が光るという風うに描かれているのですが、古事記の中ではサルタヒコが高間ヶ原や足原の中津国を照らすと表現されます。モーセはイスラエルの民をエジプトから救い出して約束の地カナンへ連れて行きますが、目的地へ到着する前に死んでしまいます。サルタヒコもニニギを案内するのですが、 なぜか途中でお別れします。サルタヒコは道開きの神とか、同祖神とも言われており、とにかくモーセのイメージそのままです。このサルタヒコと雨のうずめを結婚させて名前を変え、生首のイメージを払拭させようとするのですが、変えた名前が逆に決定的というか、こちらです。 サルメの君。なお、小さく生子と書きましたが、この後雨のうずめは謎の行動をとります。生子の口を切るのです。最初はカツレのことかなと思っていたのですが、どうやら生首との生子の語呂合わせ。サロメが切ったのは生首ではなく、生子だよ。 シャガールの描いたモーセ海を割る。顔が光っていたことを当時訳し方を間違えていたらしく、いろんな宗教絵画においてモーセに角が生えるという結果になっております。ハラ江ド四神はとにかくアマテラス大神のそばにいます。天孫降臨の時も実はしっかり音もしているのです。以降のハラ江ド四神の変化を示すために、 一旦順番を変えます。こちらが家系図の称号により導き出された二段階目の原江戸四神です。一番上のヤソマガツヒカミは別名セオリツと言われておりますし、石川金沢では五祭神がヤソマガツヒカミでセオリツ神社と申しております。二段目のハヤアキツ姫は 水戸の神様として漢字が変わることと、兄弟二柱で早秋津姫となります。三段目の風神しなつ彦はイメージもあるかなと思います。伊吹戸主には伊吹山のイメージもあるので、おそらく山神大山積も含まれていると推察します。四段目の野の神茅の姫は、 皆さんピンとこないと思いますが、ここに置いておきます。この二段階目の原江戸四神が一番皆さんがイメージするものに近いです。瀬織津姫が琵琶湖とか、淀川とか、伊吹キ主が伊吹山とか、滋賀の川須愚唐崎神社では、伊吹キ主以外の女性人三柱が本殿に祀られており、 その参道の先に、イブキさんがあるというスタイルでした。ハライド四神の三段階目に入ります。冒頭で述べたように、セオリツ姫イコールマリア、イブキドヌ主イコールアブラハムが入ってくるために、風神シナツヒコが、水戸の神と合体して、シナツヒコシナトベという名前に変わります。 なので、ひこ彦なとべは、水と風の神となります。<noise> 古事記でやの姫の別名が野ジッということを述べておいて、これらを祀ったのがこちらです。<noise> 伊勢神宮の域内に特別に祀られている別具があるのをご存知でしょうか伊勢へ行った方は知っていると思いますが、 ほとんどの別具は息の外にあり、とても遠いところです。この荒祭りの宮、風日の,の宮、風の宮、高の宮、土の宮だけが、なぜ息内に祭られているのか。その答えが、原江戸四神であるからということ。原江戸四神は常に、 アマテラスオミカミのそばにお仕えしているということです。家系図を提示していないので、ここではまだ仮説となります。前置きが大変長くなりましたが、旧約聖書の家系図と古事記の家系図の称号に入っていきます。 旧約聖書創世記第一章より、はじめに神は天と地とを創造されたと述べられます。一日目、二日目、三日目、四日目と、どんどん述べられ、七日目に神はお休みします。土から人を作る際に息吹を吹き入れるのですが、 これも後々大事なので覚えておいてください。クリムトの描いたアダムとイブ。ルーベンスのアダムとイブ。フランツ・フォン・シュトゥックのアダムとイブ。クラナハのアダムとイブ。イザナミとイザナギ。 創世記の初めの文章を縦に並べたものがこちらです。古事記の天地発発の時の順番を合わせていきます。増加三振こと余つ紙。そして神代七世となるのですが、この後、魚、鳥、 オス、メスの存在が生まれることに着目してください。こちらが神代七世。神代七世の途中から男女の神になることについて、その理由は解明されていないと思いますが、これがその答えとなります。イヴァン・アイバゾフスキーの天地創造。 中央の光はよく見ると神なのです。ミケランジェロの天地創造。ベネチア、サンマルコ大聖堂の天井へ。7日間が表されています。アダムとイブの続きです。以降の家系図の見方を説明させていただきます。 まず右側の黄色い部分は宗教絵画によく描かれる場面。この時代の絵画は文章を読めない方への宗教の布教として大いに活躍しました。右側の括弧内の数字は何歳まで生きたかを示します。左側の数字は何歳で生んだかを表すので、この数字を単純に足していけば、 何年前なのかがわかります。どちらの数字も聖書に書かれているものです。わかりやすいところだけどんどん当てはめながら進めていきます。まずはノアの時代の洪水。これが古事記では、イザナギの禊として描かれます。住吉三神と渡ミ三神が生まれるのですが、 ノアに三人の息子とそれぞれの妻三人がいるので、息子たちを住吉三神、その妻たちを渡積三神とします。住吉三神が男神だからです。サイモンデマイルのノアの箱舟。ペーネの箱舟。 結論から言うと、年齢から時代の特定は不可能でしたが、モーセ、エジプト脱出が紀元前1450年頃、アダムとイブ誕生が紀元前4000年頃となりますので、アダムとイブは今から6000年前あたりとなります。洪水が去り、ノアが箱船から鳩を放つのですが、 この鳩がくちばしにオリーブの若葉を加えて帰ってくることにより、水が引いたことを知ります。これが、鳩が平和の象徴とされるゆえんとなっています。そして神は、雲の中に虹を置く。これが神と地上との契約の印となる。と述べ、ノアに虹を見せます。 これが最初の虹とか、契約の虹とかと呼ばれます。虹に会えたらそういうことだと思えば、なんだか嬉しいものですよね。ミレイの描いた鳩の帰還彼女たちは渡積三神でもあります。シャガール。 ノアの手に鳩が描かれます。こちらもシャガール。彼の描く虹は真っ白。洪水により罪を犯した人間たちはすべて押し流され、ノアの子孫からまたどんどん人が増えていきます。 彼らはすぐに天まで届く高い塔を建設し始めるのです。アダムとイブの二十代目にアブラハムが生まれます。彼にアマテラス大神を当てはめます。アマテラス大神がアマの岩と神話の時にキリストとなって生まれ変わる前は、アブラハムがアマテラス大神です。その父の寺から、 テラスが生まれていると考え、テラとアブラハムの二人でアマテラス大神として埋めておきます。ピーテル・ブリューゲルの大バベル。バベルは町の名前です。神は考えます。人々が同じ言葉を用いるからこのようなことになる。互いに言葉が通じないようにしよう。と。 こちらがショーバベル。それが、いろんな言葉が生まれたことの起源とされ、人々は協力して塔を建設することをやめてしまいます。聖書では、塔が破壊された表記はないです。テラ、アブラハムの下に行きます。アブラハム、 イサク、ヤコブは、イスラエルの民にとっても重要な人物となりますので、旧約聖書の文章を見ながら紹介しておきます。ジェームズ・チソの描いたアブラハムとサラ。99歳のアブラハムに3人の天使が訪れ、来年の春90歳になる妻サラに、子供ができることを告げます。 アブラハムはカムが人類救済のために選んだ預言者であり、75歳の時に神と契約して約束の地カナンへ旅立ちます。天使のお告げ通りにさらに子供ができるのですが、神はこう言われます。あなたの愛する一人息子イサクを神に捧げなさい。 アブラハムが自分の子に刃物を振り上げた途端、天使が現れ、アブラハムを止めます。それは、神の与えた試練だったのです。この時の一連を模して密かに語り継がれていたのが諏訪大社の温陶祭であり、ミシャグ自身。なお、諏訪大社の温柱祭は、ソロモン神殿の建設を語り継いだもの。 ティエポロの描いたアブラハムと三人の天使。こちらはシャガール。レンブラントの描いたイサクの犠牲。こちらもシャガール。イケネイとされそうだったイサクには、 エサウとヤコブという双子が生まれます。双子の弟ヤコブは兄を騙して、長男としての特権を奪います。兄の怒りを恐れて、ヤコブは母の兄ラバンのもとへ逃れるのですが、この時不思議な夢を見ます。雲間から現れた光の筋をはしごとして、神の使いたちが登り降りしているのです。 ラバンには二人の娘があり、姉のレアは目が弱く、妹のラケルは美しくて愛らしかった。ヤコブは母の兄ラバンの娘、ラケルに一目ぼれします。そこでヤコブはラケルとの結婚を申し込むために、ラバンのもとで七年間使えるのですが、与えられたのは姉のレア。ヤコブがこれを断ると、 ラバンはあと七年使えなさいという。古事記をご存知の方はもうお分かりでしょうが、この話が大山積み、岩永姫、この花夜姫のストーリーの元となります。フィリップ・リチャード・モリスの描いたヤコブのはしご。日本では天使のはしごと呼ばれています。 ウィリアム・ダイスの描いたヤコブとラケル。ににぎとこの花咲くやびめです。やがてヤコブはラバンのもとを去り、怒らせてしまった兄のもとへ帰りますが、この時天使と格闘します。天使は言います。あなたはイスラエルと言いなさい。力を争って神に勝ったからです。 これが相撲の起源と言われておりますが、天使に勝ってイスラエルの名をもらう。このことはとても大事なこととなりますので、覚えておいてください。また、このシーンはスサノオがヤマタのオロチと戦ったシーンの元ネタとなります。その後怒らせた兄のもとへ帰るのですが、兄がヤコブを迎えるため400人を率いてくることを知ります。 ここは、高間ヶ原を訪れようとしたスサノオを、アマテラス大神が迎え撃とうとする話のもととなります。なんと兄は温かく迎えてくれたのです。この話はアマテラス大神が最初スサノオの乱暴を許すところと同じです。レンブラントの描いた、天使とヤコブ。 シャガールの描いた、天使とヤコブ。スサノオとヤマタノオロチ。少し家系図をずらして、イサクからベリアまでの部分です。この部分に至っては、古事記と旧約聖書で家系図がほぼ一緒と言われています。 ただここだけを抽出して述べてしまうと、絶対的な問題がありまして。王族の血筋は、ヤコブから生まれたユダ族を通らなければおかしいという点なのです。この図はヤコブから生まれたヨセフ族、エフライム族を通っていくので、王族の血筋ではありません。結論から申し上げると、このヨセフ族、エフライム族で良いのです。 理由は後ほどご説明しますが、ここではあまり取り扱われていないアナセと、ポティファルとその妻にも面白い話があるので、ヨセフ族ヨセフのお話からご紹介いたします。天使と格闘したヤコブには12人の子供がいるのですが、そのうちの一人ですね。12人のうちヨセフとエフライムは、 上の十人とはかなり年が離れての生まれとなります。父アコブがヨセフばかり溺愛する上に、ヨセフはよく不思議な夢を見る子で、それを兄弟に語るのです。ついには、十一の星が私を拝みました。などというものですから、上の十人の兄弟はついにヨセフを殺そうとします。 潮土神として描かれるルベンを除いて、ルベンの計らいで死ぬことは免れたのですが、エジプトへ売られてしまいます。わだツみとして描かれるポテパルのもとで働くのですが、ヨセフは顔が美しかったため、ポテパルの妻からこう言われます。私と寝なさい。それを逃れると妻は逆上し、 ヨセフは投獄されてしまいます。この獄中でもいろんな人物の夢占いをして助けたりしていきます。2年後、エジプト王がこんな夢を見ます。私は川の岸に立っていた。その川から声太った美しい七頭の目牛が上がってきて足を食っていた。 その後痩せ細った七頭のメウシがまた上がってきた。その痩せた醜いメウシが、はじめの七頭のメウシを食い尽くした。と。夢占いで有名になったヨセフは王・ファラオに言います。エジプト全国に七年の大宝作があり、その後七年の飢饉が起こり、その飢饉は国を滅ぼすでしょう。 穀物を食料として町々に蓄え守らせなさい。この予言が受け入れられ、ヨセフは重要な地位を任せられ、諸国からエジプトのヨセフのもとに穀物を買いに来るようになります。豊作と飢饉は、古事記では、渡積狼が山幸彦に渡した塩満ちる玉と、塩の乾く玉として描かれています。 そんなある日、ヨセフの十一人の兄弟が穀物を買うためにエジプトへ来ます。ヨセフだけは彼らのことが分かり、彼らの買った穀物の袋の中に銀の灰を忍ばせます。しかも、唯一の可愛い弟、ベニヤミンの袋へ。古事記ではタイの喉に山幸彦の探している針が見つかります。 その後ヨセフは兄弟たちに告げます。私はあなた方がエジプトに売ったものです。神は命を救うために、あなた方より先に私を使わされたのです。私はそこで養いましょう。と。その後父ヤコブも含めてみんなで暮らすのですが、ヤコブは自分の子供たち12人のその子孫含め、 イスラエル十二部族として祝福します。これで十二部族の特徴が決まることになります。そして十一人の兄弟はヨセフへ言います。私たちはあなたのしもべですと。幼いヨセフが兄弟に語った。十一の星が私を拝みました。それがここで表されるのです。 古事記では、兄の海幸彦が山幸彦の守り人となると描かれます。シャガールの書いた、ヨセフ、売られる。ポティファルの妻がヨセフを誘惑したことを利用して、旧約聖書の家系図を下の図のように変更します。これは、大山積みの娘、岩永姫と、この花桜姫の家系図と対象に表すことを、 意図しています。古事記では、ポティファルの妻が豊玉姫。ポティファルの娘アナセトが玉寄り姫となります。結果、玉寄り姫は姉の子と結婚する図となります。そして対象であることを示すために、この花咲桜姫が、ヤヒロの殿で出産。豊玉姫が、 やひのワニで出産と描いています。豊玉姫が自分の子供と会えないから名付けたのが、うがや吹き、会えず。会えないのは、家系図の上で豊玉姫は存在しなかったから。大和積み、豊玉姫、玉寄姫は、各神社でよく海の龍神として祀られますが、 古事記ではワニと表現されています。これは古事記の縛りの中に、竜神イコール天使があるからです。古事記で唯一竜が登場するとしたら、山田のオろち一択ですし、これですらも竜という言葉を避けています。グイドレーニの描いたポティファルの妻とヨセフ。 グエルチーノの描いた、ポティファルの妻とヨセフ。よく、断れたなと。ポティファルと妻とアナセトの家系図を入れたこちらが、イサクからベリアの完成形となります。ワタツミオオカミとオオヤマツミが、共にイザナギ、イザナミへつながりました。 このエリアで最も特徴的となるのは、弟、妹が王族と関わっていくことです。旧約聖書で弟、妹、もしくは後に生まれた者が王族になるのを緑の枠で示すと、こうなります。中央のヨセフ以外は全てとなります。そして古事記もそれに習うのですが、 よく見ると兄であるヨセフを弟の山幸彦にしているのです。それで弟を王族ラインに持って行ってます。弟のニニーギ、弟の神武天皇が王族としてなることがさも普通であるかのようにしたのだと思います。真偽のほどはわかりません。逆に古事記の兄、もしくは先にいた者が こちら。雨のほあかり、おりほほでみ、にぎはやひ。が、同一と言われるのは、こういう意味なのです。余談ですが、そもそもこの家系図作成のきっかけの一つは、謎の存在にぎはやひなんです。彼が先に山和で祀られており、 後から大和に来た神武天皇と徳佐の神宝を見せ合って、お互いに神の子孫であることを証明し、にぎはや日が譲って神武天皇が即位する、みたいな流れなんです。日本書紀とか、石切剣や神社だと、古事記もそうであって欲しかったんです。なぜかというと、徳佐の神宝こそ、 十氏族の証だと思っていたからなんです。ところが古事記の逃げ早日は、先に山和で祀られていたどころか、後から来ます。敵である長洲根彦の妹と結婚しますが、それがいつかもわからない。つまり先にいた証拠は古事記にはないですし、逃げ早日が描かれるのはほんのわずか。 参考までに古事記の中の逃げ早日全文を載せておきます。こちらは事務統制の図。ポティファルの妻、補足です。エフライムの妻が不明だと、初代ジム天皇の母も不明。そして、王族ユダの血筋を通らなかった理由は、 まず、旧約聖書通りに進んだから。そして、ヨセフ族、エフライム族のヨシアまでを通らないと、石板や契約の箱が出てこない。肝心のユダ族の最初のユダが、息子の妻を妊娠させており、ユダ族はその子の家系。さらにユダ族には、カナン人のラハブ、 モアブ人のルツが根血している。このようにユダ族はスキャンダルだらけなので、王族の血筋として通りたくなかった。結局どうしたかというと、ダビデ、スジン天皇、ア国主で、家系図をつなげてしまうという手法をとっています。血が繋がらないようにして、 大物主が時代を超えて結婚していくのはそのためでしたし、謎の遠回り七夜神とか、大年神の系譜とかもそのため、血をつなげずに家系図をつなげています。かなり巧妙に。これは後ほど詳しく。 一旦アダムとイブまで戻って、抜けてるところを全部埋めていきます。まずはカインとアベル。家系図としては剣と地のエリアとなります。たくさんの神を生んだイザナミは、日のカグ土を生むときに、やけどを負って死んでしまいます。生まれてきた日のカグ土を、イザナギがトツカの剣で切るのですが、 この時、日の河土の地から、八柱の神が生まれます。旧約聖書で火事の始祖、トバルカインがいることに注意して、ここに鹿島神宮の御祭神、竹三日土を配置します。とつかの剣と、刀の先についた地。とつかの剣と、刀の元についた地。 一つかの剣と刀の絵からの地。それらから子供が生まれると仮定すると、旧約聖書と古事記で数が一致します。ここで古事記では、日の家土を切った剣の名を、雨のおはばり、またはいつのおはばりと明記しています。国譲りの時にこのいつのおはばりが、 武三日の父親であることが描写されますので、この家系図はそれに沿ったものとなります。つまり武三日は、戸塚の剣の子供となります。国譲りの時に、戸塚の剣の漢字は変わります。日本書紀や出雲国風土記には、普津主という香取神宮のご祭神が表され、普津主と武三日の二人で、 大国主に国譲りを申し出たとされていますが、この普通主は古事記には登場しないとされています。なお、日本書紀では、岩筒の尾が普通主であるなどという描写もありますが、アルフミ曰くの日本書紀の文章は今回すべて無視します。実は古事記に普通主は登場しています。こちらです。 いつのおはばり。竹三日月の別名が竹仏、豊つであり、つの主。つまり、竹つの父が、カトリ神宮の仏主なのです。神様の姿をそもそも人の姿と考えることが、かえって混乱させるというか。このいつのおはばりはずっと剣の姿のままです。 国譲りの時に竹三日土と伊豆の羽張りを乗せた船の神も船の姿のままですし、伊豆の羽張りを訪ねた矢の神様も矢の姿のままです。古事記の原文を次に紹介しますが、その前にこの家系図の下に、水の神、倉岡神と倉光葉がいますので、そこだけ述べておきます。 水の神は女性が多いので、旧約聖書のチラとアダを当てはめておきました。ガエターのガンドルフィーのカインとアベル。ウィリアム・アドルフ・ブグロウのカインとアベル。なおいつのおはばり。これを使わすべし。このものでなくば。 その神の子、竹三日月の神、これを使わすべし。いつのおはばりの所在はやしかたどり着けないところだと描写され、矢の姿の雨の家具神が尋ねていきます。いつのおはばり答えて曰く、恐れ賢し、使いまつらむ、しかれどもこの道、私の子、 竹三日月を使わすべしとま祭りき。ここでいつのおはばりは断っていないところに注目してください。船の姿の雨の鳥り船に竹三日月を添えて使わします。そしてこの二柱の神、出雲国、いざさのおわまに降り至る。降り立った二柱とは、 竹三日月と剣の姿のいつのおはばりです。船の神様ではありません。この後の三つの文章は省略せずにそのまま載せておきます。主語がなくなっていることに注目してください。とつかの剣は抜いて、波の上に逆さまに差し立ちて、要は竹三日月が抜いたとか、 竹三一が逆さまに立てたとは書いてないのです。つまり、剣が自分でやったとも解釈できるのです。その剣の先にあぐらをかいて座った。この描写から竹三一が剣の先端にあぐらをかいているように描かれたりもしますが、父親の頭にはあぐらはかかないなと考えると、 剣の先は、素直に前へと、訳した方が無難な気がします。まとめますと、この剣が、カトリ神宮の普通主であり、鹿島神宮、竹三日地の父親となり、カインとアベルの家系図は、剣と地のエリアとなります。 アダムとイブのもう一人の子、ツの家系図に行きます。こちらは王と水のエリアとなります。まず旧約聖書でツの生まれ方が2種類描かれます。アダムとイブから生まれた。アダムをかたどって作った。 いざなぎといざなみの神弓の段の最後をここに当てはめますが、二種類の説を採用して、古事記ではここに二柱の神を配置していることに気づかされます。それと旧約聖書のノアが箱舟を作ったので、雨の鳥船神をノアに当てはめるために、逆順にしてみたのがこちら。 上から解説していきます。枠結びは、イザナミの尿から生まれた神様。この枠結びに、豊受け姫が生まれます。豊受けの受けは、稲を表します。下の水葉の女神が水の神様ですので、水、尿、稲という、水のサイクルを表すことになります。 伊勢神宮下空の豊受狼と豊受姫は同一視されやすいのですが、この家系図からわかるように、豊受姫は豊受狼の娘です。豊受大神はアダムとイブのもっと上、雨の皆主であり、主に稲の部分に特化した神様と考えるのが良いかと思います。 水葉の女神から下の四角で囲んだ五つの柱を見てください。うんちの神様と、たぐり、かっこヘドの神様です。日のかぐ土はアベルで確定したので、この五つの柱を一旦外して保留にし、イザナギのみそぎの最後の方に生まれた、 五つの柱を持ってきたのがこちらです。旧約聖書だとこのエリアの方々は大体九百歳以上と長生きなのですが、一人だけ神に愛されすぎて、三百歳ぐらいで生きたまま神の世界に連れて行かれたのがエノク。この短命のエノクのところに、スサノオにいきなり殺された。 大月姫を持っていきます。古事記の中で大月姫は特殊に描かれております。まず、神海ではなく、国弓の段で阿波の国として生まれます。殺されることから阿波の国かな、とも思っていたのですが、殺された時に大量の穀物が出てくる姿が、旧約聖書のもっと後の 意外な人物と重ねられていました。ここでは、絵の具が生きたまま神の国へ行くことと、漢字を変えて殺されることで、大月姫は死んでいないとすることが重ねられていると思います。家系図を改めて上から見ると、水のサイクルと、稲、死、溝ぎ 洪水、箱舟、ね、と進む形になります。まとめると、このエリアは、王と水と稲のエリアとなります。アダムとイブから二十代目アブラハムの老いのロトの家系図に飛びます。旧約聖書を注意深く読むと、 ロトには四人の娘と、婿二人がいることがわかります。ロトと妻が暮らした町の名は、ソドムとゴモラ。イザナギとイザナミが読みの国で再会するシーンの元ネタとなります。この国から脱出するとき、振り返ってはならないというルールが課されるのですが、古事記では、 イザナギが振り返ってしまいます。旧約聖書では、妻が振り返ってしまい、塩の柱となってしまうのです。ソドムとゴモラが神に滅ぼされた理由は、性的に大敗した町であるとされます。が、そこから逃れたロートは、自分の娘たちと近親相関に及び、こう設けます。 古事記でイザナギが死んだイザナミの枕元と足元にそれぞれ張って伏せる姿はおそらくこれを指しているかと思います結果8名の子になるので首を切られたカグツチから生まれた8つの柱を純不動にて当てはめたのがこちらむしろ子供たちより大事なのは ロトがイザナギの涙から生まれた泣きサーメという神。塩の柱になった妻が、よもつオ,オであること。このロトの家系図は読みのエリアであり、右目の奥の奥の世界と覚えておいてください。王と水と稲のエリアにおいて、 説に二種類の生まれ方があったように、イブにも二通りの生まれ方が記されています。そして古事記も注意深く読むと、実はイザナミに二種類の書き方が記されてあるのです。旧約聖書創世記第一章。神の形に創造し、男と女とに創造された。古事記。 イザナミのミコト。旧約聖書創世記第二章。人から取ったあばら骨で一人の女を作り。古事記、イザナミ神のみこイザナミみ神と記されるのは、死ぬ時と、與物狼と呼ばれる時だけ。 旧約聖書の解釈が難しいと言われるのはこういうところです。中世にはアダムの最初の妻がイブではなくリリスだという説まで登場してしまいます。こちらはジョン・コリアの書いたリリス。イザナミ神、ヨモツオオカミは、またの名が、 知識の狼と記されます。おそらく知識とはこちらの漢字。余物狼はもちろん月読みのこと。月読みのモデルは二人選べたのです。潮の柱になったロトの妻。もしくは、イブ。 イザナギが天照す大神、スサノウ、つくよみを生んだとき、つくよみにこう言います。夜の食をすく国を知らせと、おめろと、夜の食、イブ、ピンときませんかさらに、旧約聖書創世記第三章、女がその善悪を知る気を見ると、 賢くなるには好ましいと思われたから、その実を取って食べ。そこで主なる神はエデンの園から追い出して、古事記、読み戸のものを食べてしまったので帰れない。つまり、よもつ狼とは、エデンの園の木の実を食べて追放されたイブなのです。 ギュスターブ・ドレーの、潮の柱になったロトの妻。ギュスターブ・モロー、ソドムの天使。彼らが滅ぼします。ジョン・マーティン、ソドムとゴモラの破壊。ヤン・マサイス、ロトとその娘たち。シャガール、 ロトとその娘たち。ロトの家系図をまとめておきます。読みのエリアであり、右目の奥の奥に、オつ狼がいる。ノアからテラ、アブラハムまでの家系図に来ます。 こちらは水と王と左目のエリアです。まずはペレグ、ヨクタンの兄弟がいることと、ヨクタンの下に13人の子がいることに着目します。イザナギとイザナミの神々の段で、最初に生まれた神様たちを当てはめますが、水戸の神様、早秋津彦と、早秋津姫の兄弟が、 ペレグ、ヨクタンの兄弟にはまるように、上から順番に当てはめていくことと、孫の世代はヨクタンの子供のところにまとめるようにしたのがこちら。王と水と稲のエリアで、日の家具土はアベルに決まっていたから一旦外して保留としましたが、大和田摘と大山摘は、 ここの家系図に入れたいということで、次のように操作します。アラムの下に4人分空きがあるので、そちらへ移動させて、孫の世代から水に関係の深い神様2柱を抜擢します。そしてできたのがこちらの家系図。水に関する神様がずらっと並ぶので強調します。 この辺りでふと気づきます。そういえば、ノアの前にセオリツ姫いたな、と。確認のため、ノアの前からアブラハムまでを兄弟抜きで並べます。ヤソ・マガツヒカミ、カッコセオリツ姫。ハヤ・アキツ姫。シナツヒコ、風人。んこれってハライド四神がいる と思いまして、こちらの4柱を原江戸四神として考えていたところで、伊勢神宮別宮の御祭神に行き当たり確信したのです。原江戸四神は家系図の中でも、アマテラス大神のそばにいることになりました。ヨクタンの13人の子のところから、1柱だけ女性の神が余ってしまいますので、こちらを保留としておきます。 まとめますと、ノアからアブラハムの家系図は、水と、王と、左目のエリアとなります。なお、こちらのアラム、ウズ、ホル、ゲテル、マシ、このエリアが、バベルの塔を表している可能性は十分あるので、 それっぽい名前を持つ神様を集めておきました。これが最終形になります。こちらはノアから三人の息子のうち、ハムの家系図です。ここは花のエリアとなります。古事記をご存知の方はもうお気づきでしょうが、スサノオのエリアとなります。 スサノオの性質を表すと考えてください。黄泉の国でイザナミの体に現れた八柱の雷神を純不動で当てはめますが、ここで重要な神様、桃の神様がその雷神たちを封じる形になるよう当てはめます。追いかけてくる黄泉の軍と八雷神に対して、イザナギが投げた桃です。イザナギはこの桃に、 私を助けてくれたように、美しき人たちが苦しむ時に、助けてくれ。と言って、オオカムズミの御事という名前をつけます。この苦しむ時、クしきが、旧約聖書のクしという人名に当てはめられているのです。ずっと不思議に思っていたことがあったんです。 スサノウがヤマタノオロチと戦いに行くとき、守るべき人、クシナダ姫を、クシに変えて紙につけ、戦いに行くこと。守りたい人を戦場に連れて行くかということなんです。このエリアを作成する中で、クシとは、イザナギが人々に授けたお守りなんだと気づいたのです。 くしになったくしなだ姫は、すさのが守りたい人、そして、すさのを守ってくれた人なのです。ハムの家系図にはミツライム、プテ、カナンの子供たちもおります。ノアの孫にあたるカナンですが、なんと、ノアから呪いの言葉をはかれます。 もはや冤罪としか思えないようなシチュエーションです。説明しますと、ノアには三人の息子がいました。洪水の後のお話ですが、ある時ノアは泥酔して裸で寝転がります。最初にハムがこれを見てしまい、セムとヤペテに相談しますと、セムとヤペテはノアの裸を見ないようにして布をかぶせてあげるのです。 かぶせるんですね。実はたったこれだけのことなのですが、裸を見たハムに対して、ノアは呪いの言葉を吐くのですが、それがなんと、カナンは呪われよと、突然ハムの息子を呪うのです。カナンとしては当然戸惑いますよね。それで当てはめた神様がこちら。ートまどめです。 よくたの十三人の子供の時に保留にしておいた神様、一人余った女性の神様です。スサノーがアマツ国に滞在した際、いろいろやらかすのですが、アマテラス大神は、うんちは酒によって吐き散らす。と言って、最初そのことを咎めないところから、保留にしておいたうんちの神様とヘドの神様もここで当てはめます。 これがスサノオの性質を表すエリア、花のエリアとなります。ベッリーニの書いたノアの泥水。真ん中のにやけた方が絶対裸を見たハムなんですよね。本当に余談なんですけど、ノアのすごく気にしているある一部分を見られたんではないかと。そしてなんかこう、 とても馬鹿にされた思いがしたのではないかと。そっかだから息子を呪ったんだ今わかりました。すべての謎が。ノアの三人の息子の最後、ヤペテの家系図です。イザナギが脱いだものから生まれた十二柱の神と、同じくイザナギが投げた大きな岩、 ちびき岩を純不動で当てはめますが、この大きな岩の別名が、塞がりますよも物との狼であることから、塞ぐという意味で一番奥に当てはめます。保留にしておいた日の兜土も当てはめて、これでアダムとイブからアブラハム・ロトまでの旧約聖書の登場人物数と、 イザナギとイザナミから生まれた86の神々が綺麗に合致いたしました。このエリアは右目の奥となります。テラ・アブラハムからイザナギのみそぎの最後、アマテラス・大神、スサノオ、つくよみの三騎士が生まれるところを解説します。 子供が生まれる前、アブラムとサライという名前でしたが、その後、アブラハムとサラという名前に変わります。正妻のサラが90歳になるまで子供に恵まれなかったので、サラは使い目のハガルに子供を産ませます。これは旧約聖書の世界では割と普通のことのようです。使い目のハガルにイシマエルという子供が生まれるのですが、サラの嫉妬なのか、 ハガルとイシマエルは追放されます。その後七人の子供が生まれますが、一人目と二人目の子との年齢差が少なくとも三十七歳となりますので、アブラハムには七人の子、一人はノッポであとはチビ。という歌は多分このことだと思います。グエルチーノの描いた ハガルとイシマエル。ティエポロの描いたハガルとイシマエル。このハガルがオキツシマ姫となります。構図で言うと、テラに三人の子供です。ノアの三人の子供の時のように、イザナギの最後のみそぎを当てはめます。 全体像で述べると、はじめに洪水の禊があって、ハライド四神でさらに清められた上に、最後に禊があって、アマテラス大神が生まれるのです。まずテラですが、ずっとテラにしておいてよかったと思えたのがこちら。アマテラス大神に玉の神、ミラタ棚の神を授けるのです。 ここで登場するのが三騎士だけじゃなかったのです。そして古事記に記されているように、左目から生まれたアマテラスオミカミ、鼻から生まれたスサノオ、右目からツクヨミと配置します。追放されたイシマエルをスサノオの位置に当てはめ、アブラハムの三人の妻もスサノオの下に配置して、 これで受けを行わせたのがこちらの図。受けとは、アマテラスオミカミとスサノオが行った、心の清らかさの証明みたいなものです。戸塚の剣に息吹のさぎり、マ玉タマに息吹のさぎり、これで八柱の神が生まれます。 当てはめ方はカインとアベルの時と同じ要領です。旧約聖書に書かれている孫の代までを参加させて数がぴったりでした。ここで大事なところは、息吹を吹き込むことで神が生まれるというところです。旧約聖書で初めに神が人の形に作ってから息吹を吹き込んだのを覚えているでしょうかあれが旧約聖書と古事記で、 同じ概念となります。こちらがサノを迎え撃つアマテラス大神。こちらはサノ。そしてここで重要な女神たち、胸型三女神が生まれます。なお、ハガル、サラ、ケトラは子供を産んだ順に並べると、 古事記の順番にぴったり合いました。追放されたハガルがタギリメ、別名、オキツ島姫となります。胸型大社でもそうですが、だいたい一番遠くの島とかに祀られていますよね。聖女とされるサラは、イチキ島姫。イチキ島姫好きの方も多いと思います。別名、サヨリメであり、 弁財天と集合して同一とされています。ケトラが多義津姫となりました。この村方三女の長女、次女、三女の順番は、日本書紀とは異なります。神社では日本書紀バージョンを採用しているところもありますが、こちらでは、ある文曰くの日本書紀はカとします。 アマテラス大神がアブラハム。サノが追放されたイシマエルであるのに対し、ツクヨミは旧約聖書の人物該当なしとなります。おそらくこれが正解です。だからツクヨミを単体で祀ることを避けている。そしてツクヨミは写詞か固めなのではないかと考えています。 埼玉、月神社の七不思議に、それっぽいのがありましたが、決定的ではありませんでした。月読みの家系図を全体像で見ると、右目の奥の、奥のエリアが、ロトの家系図。つまり、読みの世界です。エデンのそのの木の実を食べて追放されたイザナミ神。 別名、ヨモツオ,オカ狼が、つくよみの正体であり、それを塞がりますもつとの狼という岩で塞いでいる。これが、つくよみの姿となります。追放されたハガルたちには天使が現れ、こんなことを告げます。イシマエル、彼は呪わのような人となり、 その手はすべての人に逆らい。すべての人の手は彼に逆らい。彼はすべての兄弟に適して済むでしょう。これがそっくりそのままスサノに送られた言葉となります。追放されたイシマエルには十二人の子が生まれます。これをこちらのスサノから大国主までの系譜に当てはめます。 クシナダヒメとの子供11人と、スセリビメで12人となるのですが、大国主は旧約聖書のダビデがハマってくるので、緑で表したネフシとケデマの二人を、カム大一姫との子、大年神と、ウカの御玉のところに置いておきます。後で判明するのですが、 古事記では、大国主に四つの別名が記されます。このことに注意して読むと、結婚する相手ごとに名前を変えているんだなというのがわかるのですが、実はあることが隠されてました。たくさん提示するときってどういうときかというと、何かを隠すためなんです。ここも、漏れなくそう。 先に述べたように、串になった串灘姫は、オオカムズミ。つまり桃の神様。この文字が一番右下の緑の子、オオタタネコに引き継がれます。旧約聖書でダビデとバテシバの不倫の関係から最初の子が生まれます。ダビデは入浴中の美しい女性を見て、その女と寝ます。 そして自分の部下の妻であることと、妊娠したことを知ります。戻ってきた自分の部下とその女性とに関係を持たせ、お腹の子が自分の子だとバレないようにしようとするのですが、うまくいかず、その部下を危険な戦場に送り、結果として死に至らしめます。神はこのことをお許しにならず、 このお腹の中の子は生まれて7日間で死にます。ぬなかワ姫に送る八千ホ神の歌の中に、まだ服も脱がずに娘のいるいたどを押しうすぶると、庭先で鶏が鳴いている。腹が立つほどうるさいから、この鳥もどうにかしよう。みたいな文章が見えます。 ヌナカワ姫の返す歌にも、私の心は水鳥、今は私の鳥でも、のちに、あなたの鳥になる。こんな感じです。バテシバとの最初の子が神に召される天は、スジ天皇とミマツ姫の時に、大庭の狼が現れ、 大たた猫を持って私を祀れば疫病が治まると仰せられる形で表しています。真ん中の緑の部分。古事記では、大国主が見物山に大物主を祀ります。旧約聖書ではちょうどダビデが、主の契約の箱をダビデの町シオンに祀る部分なのです。 これはほぼ間違いないと思っていますが、契約の箱を三諸山につったと、古事記に明確に記したものと思われます。ダビデとバテシバの最初の子は七日間で死ぬのですが、その後四人の子が生まれ、四人目の子がソロモン王となります。 旧約聖書でダビデははじめミカルと結ばれます。ミカルに助けられて遠くへ逃げるため、ミカルとの間に子供はできなかったのですが、古事記では大国主の別名、大穴蜘とヤガミ姫の間に、木股の神という子供が生まれます。ヤガミ姫が大穴蜘のもとを去る時に、木の股に子供をかけていったからその名がついたと記されます。 ままたのの名を、ミーの神と申します。これ実は旧約聖書にこんな話があるんですダビデとミカルとの間に子供は確かに生まれなかったのですがミカルの兄に「石ぼせてというものがおりまして彼は略奪隊の隊長レカブとバーナーに殺されてしまいます このレカブとバーナが石ぼせての首をダビデのもとに持ってくるのです。ダビデはこの者たちを殺し、その手足を切り離して、池のほとりで木にかけたと。木股の神、ミニの神はこの話から生まれたものとなります。 旧約聖書では逃亡したダビデが訪れた先に、ナバルという男が現れ、その娘、アビガエルと結ばれることになります。<noise> 古事記では大国主の別名、アシハラシコウとスサノの娘、セリビメとして描かれます。<noise> 旧約聖書ではキレアブという子供が生まれるのですが、 ではこの時点では該当する子どもがいません。ここに一つトリックがあるのです。家系図があるのではっきりわかると思うのですがそもそもスサノウの7代目の子孫である大国主とスサノウの2代目である娘セリビメとが初代スサノウと同一の時間軸に存在する点に無理があるのですが。 古事記ではスサノオが根の国、かっこヨミの国にいること。大国主も根の国に行く前に2回も死ぬことから、あまり違和感のないようにしています。ですが、このままだとスセリビメが死の国に住む人という設定になってしまっているのです。これをどうやって解消したかを説明するために、 たぎりびめと結婚した大国主の別名、うつしくにたまを説明します。旧約聖書では、マーカと結婚したダビデとの間にアブサロムが生まれます。古事記では、うつしくにたまとたぎりびめの子は、アジシキタカヒコネなのですが、アジシキタカヒコネとアメワカヒコがそっくりすぎて、 親でも間違えるという文章を載せることにより、うつしくにたまとたぎりびめとの子を、あめわかひこにすり替えます。これでマーカの子がアブサロム、たぎりびめの子があめわかひことなります。これでアブサロムとあめわかひこに共通点が生まれます。それは、反乱を起こすということ。 アブサロムはダビデに反乱し、ダビデの国を奪おうとして最後には殺されます。アメ・アカヒコはアマテラス大神から国譲りの交渉を任せられながら、自分で大国主の国を奪おうとして結局殺されます。タマルはアブサロムの妹なのですが、古事記ではアメ・アカヒコの妻として描かれます。 ミケランゼロの彫刻、ダビデ像。ダビデが出てきたので、先にダビデの星のことにも触れておきます。六芒星と呼ぶ場合、ユダヤとは関係ありません。ダビデの星と呼ぶ場合にも、ダビデ王とは関係ないということをお伝えしておきます。そもそもダビデの時代に存在したものではありません。 3世紀頃にはユダヤ教の礼拝施設で五房星も六房星も魔除けとして使われておりました。1948年にイスラエルが建国した時に北旗にダビデの星が採用され、イスラム社会やキリスト教が六房星を使わなくなったという歴史ですので、神社で六房星を見つけても、ユダヤとか、 ダビデとかには直結しないのです。これがダビデの星。さて、先ほどご説明したように、もともとはこちらの家系図だったわけですが、アメ・ワカヒコとアジシキ・タカヒコネがそっくりとして、二人を入れ替えますね。この時。 古事記でスサノオがとんでもないことを言います。根の国の中でスサノオとセリビメは、大国主のことをずっと足晴らしこうとして接するのですが、お別れするときにスサノオ、これからは、うつし国玉として、私の娘セリビメを正妻としておれ。 古事記の文中で、誰かが大国主のことを、うつし国玉と呼ぶのは、おそらくこの一回だけです。そこでこの家系図をよく見てください。うつし国玉と結ばれるのは、たぎりめですよね。実はこのたぎりめ、スサノウの娘なんです。胸型三女神の一人がなぜか、 突然、大国主の妻としてこの時代に現れているのです。つまり、うつし国玉として、私の娘セリビメを制裁として、というのは、うつし国玉として、私の娘タギリビメを制裁として、ということと同じなのです。なので、セリビメ、 イコール、タギリビメとして家系図を書き直します。タギリビメの別名は、オキツシマヒメです。オキツシマヒメは、旧約聖書で言うと追放されたイシマイルの母、ハガルです。ハガルの子が今度はアブサルムとして再び反乱するという残酷な位置づけにされていたのです。 ハギテの子アドニアは、ソロモン王の時反乱を起こした人物で、古事記からは、大国主の五代目、三日主彦を当てはめておきます。アブサロムの妹タマルは、反乱したアメ・ワカヒコの妻となることで、下テル姫の漢字が変更されます。このあたり反乱して一度天下が見えると、テルとかヒノコ、 とかの漢字が当てられているように思います。諏訪神社のご祭神である竹南方は、どの女性とのことかが古事記に描かれないのですが、重要な神様なので、ソロモン王を生んだヌナカア姫のところに当てはめておきます。以降は旧約聖書のサムエル記を見ながら進めたいと思いますので、 ここで一旦小休止といたします。お疲れ様でした。前編は主に天津神でした。結局天津神とは、旧約聖書の創世期に登場する人物でした。後半はいろんなことが明らかになっていきます。三神の神器、徳佐の随法、契約の箱の行方。 イスラエル十二部族と失われた十四族。山と竹が左利きの理由。佐野と山田のオロチのモデル。咲見玉、串み玉の真の意味。さらに赤玉、白玉の登場。神宮皇后と明る姫。稲葉の白うさぎの原文は、 稲葉の裸兎。少なび粉が小さい理由。スサノウに殺された大月姫の正体。遠回りななよ神の意味。出雲大社、神あり好きの本当の意味。です。お楽しみに。